はい、こんにちは、やっとらチャンネルでーす。今日はね、グレートデーのね、常の部屋からお送りしておりますよ。鉄格子のこんなのがね、部屋にね、2個置いてあるんですよ、うちは。でね、なんでパパがこの中に入ってるかって言いますとね、うちのね、7匹の犬にね、うえ、やられちまったーっていうね、失敗談をね、ちょっとお話ししていこうかなと思っているのでね、これからね、大型犬、中型犬、まあ、小型犬もそうだけどね、飼ってく人たちにね、うちの失敗談をね、見てもらって、あ、そういうのだとやっぱやられちゃうよね、とか、それじゃやられて当たり前だよね、みたいな、そんな感じでね、見てもらえるといいと思います。じゃあ、まず一発目から見せていきたいと思います。じゃあ、スタートでーす。やっとらチャンネル。はい。まずはね、グレートデーのね、常にやられてしまった失敗談からいきます。まあ、最近なんですけどね、まあそもそもね、グレートデーン、うち2匹いるんですけどね、6畳間をね、まるまるグレートデーンの部屋にしてます。そのぐらいの勢いじゃないとね、部屋の中だとなかなかきついですね。でまずね、常にやられた、これ最近やられたんですけどね、じゃーん、なんとね、床のね、このなんつうの、こういうのフローマットって言うんですかね、やられましたよ。チャ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 、ボロボロに垂れました。でね、フローリングです、いきなし。でね、たまに塗装されるのでね、このおしっこ吸水マットをね、引いておりますよ。こんな感じでね、一番大きいの2枚ね、そう、140×90のね、2枚引いてね、毛布を中に引いております。これ常の部屋、まあその奥に見えるのがね、流動の部屋なんですけどね、床を剥がされますよ。まあどのね、こっちもね、うちはね、ボタンが特にやるのかな、これはね、結構経験した人多いと思いますよ。犬飼っててね、床剥がされちゃったとかね、いろいろ剥がし物はね、犬大好きなので。まず常にこれやられました。じゃあ次はね、流動がよくやる毛布破りというものをご紹介いたします。少々お待ちください。はい、今度はね、龍蔵、グレートデーンの龍蔵の部屋に移動しました。龍蔵もね、常と同じような感じでね、毛布とね、これ引いてあります。龍蔵はね、剥がしません。元はね、常のとこもこんな感じだったんですよ。こうやってやられてね、まあ龍蔵はね、これ剥がさないんですが、その代わり龍蔵はね、これをやりますよ。見てください、毛布をね、ビリビリに破くですよ。なんでか知んないけど、あのね、ひどいと1日2日でね、こうなります。破きたがりだもんね。そうそう、破きたがりでね。でもね、うちはね、なんとね、毛布をね、無料でね、いただけるんですよ。定期的にいただけて、その毛布をね、半分ぐらいに真っ二つに切ってこう引いてあげてるんですよ。こういう感じでね、もうすでにやられかかったの。ビリビリに破くですよ。これね、うまく裂けるんだよね、ザーって。ね。カッターで切ったみたいな感じでね。どうやって切ってるのか正直詳細は分かりませんが。毛布をね、ボロボロにします。これもね、でもやる子多いんじゃないですか、皆さん。ワンちゃん飼ってる人で毛布を切られたとかね、敷物を切られた、敷物シリーズっつーの、うん、破かれシリーズ、これは多いと思います。やっぱ新しく買うとへこむよね。そう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 。そう、うちはもう、あの、いらない毛布もらってくるから、もらってこれるからね、大丈夫だけど、いいけどね。やっぱグレートデンとかはね、床がね、ふかふかじゃないとダメなので、ね、こう座った時とかね、超大型犬のこっちはやっぱりこう肘ついたりとかさ、つくところがね、痛みやすいので、ふかふかにしてね、絶対ね、毛布とかね、夏場なんかクッション引いたりとかしてるんですが、こうなります。クッションもちなみにビリビリ、ビリビリにやられました。ボロボロにやられましたね、中の綿とか。だから中が綿物のものとかはね、みんな出されちゃうので、それ経験してる人本当多いと思います。綿物やられて部屋が綿物だらけとかね、新聞紙みたいなのもそうだけどね。はい、場所を移動してね、トラとリリーのね、日向ぼっこルーム、サンルームに行きました。でサンルームはね、うちこのスポンジタイプのクッションのやつをね、床引いてあるんですけどね、これ大体ボロボロです。これも多分やられる人多いと思うんですよ。大体ボロボロになってね、破片があちこち飛び回ってますよね。まあこれもね、気づかれるとやられるんだけど、そのうち飽きるとこのぐらいで収まるよね。もうボロボロなやつは捨てちゃったもんね、うん、面白がるともう本当にバラバラになるよね、パズルみたいになりますよね、うん、これね、床シリーズでね。でね、次にこのサンルームシリーズでいっちゃいますよ。これはね、小動物とかやってる人多いと思います。高度な噛み噛みね、これね、ちょっと今危ないのでね、
使用してないんですけど、一応この絶縁テープをね巻いております。これねウサギとかねネズミとかねやってる人とかはね、まあ、大体やられるんですけど、ワンちゃんもやります。コードアグアグね、まあ、電気刺さってたりとかすると本当に危ないのでトラが出動しております。トラが邪魔してる。トラちなみにこれねリリーがやってます。コードも結構あるあるじゃないですか、やられるのはね。皆さんでもコードはね電気なんで危ないので気をつけましょう。そしてねサンルームで言うとね、これねガラスの向こうにね網戸貼ってあるんですけど、やっぱ夏場とか暑いから開けますよね。部屋のね空気を入れようなんて言うとね、網戸にバーン突っ込んで、ね、リリーがね向こうに怒っちゃったことがありますよ。でもそれ体当たりするのはトラだよね。そうはしゃぎすぎてトラのお尻とかがボーンと当たって網戸が破けるとか、あと網戸じゃないと思ってこう行こうとしちゃうとかね、やっぱあるあるだよね。で網戸に気づいてるんだけど手を乗っけてズボーンって行くとかね、まあ網戸もやられる人は多いんじゃないでしょうか。なのでうちはねちょっと網戸だけにするときはこの子たちはまた違う部屋に入れてます。気をつけましょう。やっちゃったシリーズ次いきます。はい、お部屋に来てね、これもね皆さん多いんじゃないでしょうか。ちょっとトラがいて見えないかもしれないけどね、これまあちなみにいただいたね布ソファーなんですけどね、ちょっとトラがいて、はい、こういうところとか分かります。もうこれそろそろまたやられますよね。これねチャ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 ってね邪魔だっつうの。だいたいねこういう布製のやつとかね、合皮の革のやつとかね、だいたいソファーは破かれますよね。チャチャチャ攻撃でね。ほらどうやってほらこうね、もう時間の問題ですよ。ボロボロのね、チャチャチャ攻撃、剥がし系ね、で剥がし系ついでにもう一ついきます。これ市販のねおしっこトレー、うんちトレーなんですが、これねうまくいく人たちはいくと思うんですけどね、うちなんかはねこれねここで分立してねこう剥がれるタイプなんですよ。最初ねおよしよしこれでやろうって思ってねやったんですよ。そしたらねバーンすっ飛ばされて、剥がしシリーズですからね、剥がされてここにペットシートが敷いてあるわけですよ。それを剥がしてボロボロにして細かく裁断されるという、で部屋の中がペットシートだらけみたいなあるあるね。でこういうとこかじっちゃって穴開けるとかね、これも結構ガタきてるね。ガタきてるで周りがねガッチガチになるんですよね。なのでうちはちょっとこれはもう使っておりません。これもうあれだよね、やっぱり生後そう半年ぐらいまで、ね、うちはねパピーが来た時とか、本当にそういう子じゃないと今ちょっとこれは使用してないです。やっぱストレスだったりとかねいろいろあると思うので、こっちでもね責任があると思うんですけど飼い主にもね、なのでちょっとうちは今こういうシリーズは使ってないですね。ペットシートはボロボロにする。はい、やっちゃったシリーズに、ね、ちょっとトラが邪魔しておりますがね、これで今ちょっとトラどいてます。リリーのお部屋でねこう水飲みね、これ使う人多いと思うんですよ。小動物もねワンちゃんもボールペンタイプのね水飲みなんですが、これね小型犬のリリーとか全然平気なんだけど、これやったのはね実はね秋田犬の梅太郎なんですよ。わかるかな、ここ噛んでねまさかのね穴開けちゃったんですよ。ここ噛んで穴開けるってね多分ね小型犬じゃ無理なんだと思うんですよ。大型犬からですよね、皆さんこれもねこんなこともあるんですよ。穴開けられましたよ。買ってすぐだったね。買ってすぐ、わりかし数日ね。なのでねちょっとうちはバリケの中ではね水飲みのこれはちょっと使用してないです。リリーだけだね。リリーだけなんですよ。で水飲みたい時とかはみんな教えてくれるので、水飲みたいとかお腹すいた、おしっこしたい、うんちしたいっていうのはね、リリーだけはこんな感じで未だに使用しております。トゥラが来た、チュチュしてみ、チュチュチュなんて。まあちなみにねこれもやられてる人は多いと思うんですけど、まあもう最近はねやんないんですが、ちょっとトラどいて、トラどいてっつうの。これねバリケンの角かじり、大体みんなこうなっちゃいますよ。まあねこういう感じでね、うわーやられたよっていうのはね皆さんもいろいろあると思いますよ。うちもねやられないようにはねいろいろこれからもね気をつけたいと思います。今日はねワンちゃんいややられたシリーズでした。またねいろんな動画あげるのでねチャンネル登録して待っててね。待っててね。じゃあね。じゃあね。
沖縄県から続く